首都圏の緊急事態宣言を2週間程度延長する考えを菅総理が明らかにしたことについてです。1都3県の各知事は感染者数の下げ止まり状況などから受け入れる意向を示しました。1都3県の置かれている感染状況、そしてまた医療提供体制、十分勘案された上でのものと認識をいたしております。ワクチンの接種もあって、医療機関の負担を増やすわけにはいかない。病床の使用率が高い千葉県です。2週間というのもですね、一つの目安なのかなとは思いますが、これとて、一番いいというのも非常に難しいと思います。一方、改善の兆しが見えていた神奈川県です。神奈川県はその条件まで達せず、私は思うんだけども、1都3県の足並みという中でですね、そういうことをお願いせざるを得なくなったということは大変申し訳ないことだというふうに思っています。緊急事態の延長の考えに街の声は複雑です。日曜日に旅行に行く予定でいたんで、なんかキャンセルしないといけないかなって。だんだん慣れてきちゃうしね。我慢のしどきだっていうことで納得するしかないんですよね、私たちはね。だったら最初からもう少しなんか伸びた期間を言えばよかったのにっていうのはちょっと思ってます。